航空より見る、藍津盆地を流れる日橋川日橋川は、福島県の中央部にある、稲葉城湖から藍津盆地へ流れる阿賀野川水系の一級河川である。道島川とも呼ばれる、稲葉城湖から流れ出る唯一の川である。16強水門を経て、万代山の岩屑なだれ地帯を北西方向へ刻み、降りながら、藍津地方の東部を潤し、 盆地中央部の北方市塩川町会地地区で阿賀川に合流する。上流では山地などの中を流れるほか、下流の藍津盆地内では水田や畑地などの農地が広がる地域を流れる。稲わしろ湖を含め全て旧河川に指定されている。稲わしろ湖と藍津盆地の間には300メートルを超える落差があり、急流となっている。 その大きな落差を利用した水力発電所が古くから設けられ、6カ所で稼働している。上流から稲わしろ第1、稲わしろ第2、稲わしろ第3、日、橋川、稲わしろ第4、神奈川の6発電所があり、現在東京電力により管理されている。総発電量は16万キロワット、H に及び、その豊富な電力を利用したアルミ製品。 金属工業などの近代工業の工場が古くから稼働している。夏には昼のイカダ下り大会と夜の花火大会が楽しめる、日橋川側,側の祭典、花火大会が開催されている。花火大会は合図1とも言われている。秋には合図塩川バルーンフェスティバルが日、橋川河川敷で開かれている。以下に本河川にかかる橋梁を記す。 突起のない橋梁については、指導、または聴導、ありがとうございます。